ようこそ車好きの皆様。ゆっくり霊夢ちゃんと。ゆっくり魔理沙がお送りするぜ。魔理沙、大変よ。まああた、EU が EV に関して手のひらドリルブレイクをかましたわ。ああ、あのニュースか。車好きの人なら内容くらいは把握してると思うが、まあ案の定って感じだろうな。確かにどうせそうなる未来は見えていたけど、実際問題早すぎじゃない？それはニュースを見た人が全員思ってるかもな。そしたら今回はネットユーザーの声を聞いてみようじゃないか。てなわけで今回の車関係のニュースは、EV の末路、EU が撤回で内燃機関好きの大勝利、トヨタの水素エンジンに期待する民の反応集を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。今回はこのようなタイムテーブルで話をしていきたいと思う。まずは、どのようなことが起きたのか確認するところから始めるわけね。そうしないと、何のこっちゃ？って人も見てるかもしれないからな。それを確認してから、実際にネットユーザーの声を聞いてみるわけね。その通り。下のシークバーをいじって、見たいところだけ飛ばしてもいいぜ。みんな下のシークバー使ってね。それじゃ行ってみよう。まず、繰り返しになるが今回、欧州連合 EU が2035年以降のガソリン車の新車販売を禁止する方針を変更したってことから始まる。これにはびっくりしたわよね。それで、どうして変更したの？変更した理由はこの後話すが、今回 EU が変更したのが環境に良い合成燃料を使うエンジン車は認めるということなんだ。これで EU の政策が大きく転換したわけだな。確かにね、環境に良い燃料って言ってもガソリンはダメだろうから、水素とかそこら辺になるのかな？そこら辺は、再生可能エネルギー由来の水素と二酸化炭素から作られる合成燃料、e-fuelを使うエンジン車の新車販売が、2035年以降も可能になるってことらしいんだ。なるほどねー。ってことは、それくらい OK しろよって、EU 内の国が声を上げたってことよね多分。その通りだぜ霊夢。発端はドイツ政府が合成燃料の利用容認を求めたからだよ。フォルクスワーゲンやメルセデス、ベンツといった自動車産業があるからね。内燃機関をなくされては困るしな。へぇ、でもそんな簡単に方針なんて変えちゃっていいのかしらね。実は、フランス政府はドイツの主張に反対してたんだけど、ドイツ自動車産業との結びつきが強いイタリアや東欧諸国はドイツに賛同していたんだよ。だから、最終的に欧州委員会とドイツ政府が協議して合意したんだって話。なるほどなるほど。完全に内輪もめね。でも、合成燃料って、本当に環境にいいの？まあ、確かに批判もあるんだよな、そこら辺は。合成燃料がエンジンの利用継続を認める抜け穴だって言われてるし、電気自動車 EV の普及が遅れるかもって懸念もあるんだぜ。そうなのか。気になるところは、日本のハイブリッド車はどうなるのってとこよ。実は日本のハイブリッド車にとっては、このニュースは基本的に良いことなんだぜ。もともと EU のエンジン車禁止は、エンジンとモーターを合わせ持つハイブリッド車も禁止される予定だったんだ。でも、合成燃料の利用が可能になれば、ハイブリッド車技術を活かした日本車は有利になる可能性が高い。本当に？それなら日本の自動車業界にとっては朗報だね。そこだけを見ればな。だけど、この合成燃料の普及にはまだまだ課題があるから、すぐには大きな変化はないかもしれないけどね。確かに、新しい技術ってすぐには浸透しないものね。それでも、環境に配慮しながら自動車産業を発展させる方法が増えたっていうのは、すごくいいことだと思うんだけどな。大体、何があったかは分かった。内燃機関車が好きな人にとっては吉報と呼んでいいでしょうね。そういうことだ。それじゃ、大体の背景が分かったところで、実際にネットユーザーの声を聞いていきたいと思う。それではまず、当たり前だよなーってコメントから見ていこう。思ってたより10年くらい早く気づいたな。欧州お得意のゴールポスト動かしか、でしょうね。って感じ。ほら、始まった。ほら見てみ、強引すぎたんよ。知ってた。お次は、今回の件について EU に対して思うことを紹介する。EU 無能すぎんか？ EU というか EU 委員会とかいう規制するばっかりで妥協を考えないゴミがあかん。そもそもハイブリッド車作れんからな。自分たちでハードル上げてクリーンディーゼル不正やってテスラや中国勢に話題持ってかれ結局撤退。この結果に一番驚いてるのは俺らなんだよねとか EU は言ってそう。そもそも EU が EV に舵を切ったのも、トヨタとか追い出すために排ガス規制クソほど。規制設けて、そんで自分らはその規制クリアするために不正しまくってたのがバレたからやしな。クリーンディーゼルの基準クリアするためにフォルクスワーゲンも BMW もダイムラーもみんな不正しておいて、そんで不正がバレた途端に基準クリアできないから EV にシフトしますとかアホかと。むしろ頭いいやろ。欧州車の不正叩いて笑ってたら日本車でも不正でまくってんのくさ。クソ真面目に規制回避できるディーゼルエンジン作ってたのに評価されなかった松田くんかわいそう。論文やと欧州の内燃機関技術クッソ高いのに市販車になるという噂そんなにないの不思議やねほんま。
20年以上先のことにこんなに弱気ってある意味すごい。現実見てるっちゃそうやけど、じゃあなんで禁止って言い切ったんや。禁止って言っとけば技術の大転換起こるかもしれんし。EU これから排ガス規制厳しくします。これからはクリーンディーゼルの時代。EU で車売りたいならこの基準クリアしてね。EU 以外基準厳しすぎやろ、こんなん無理や。EU車は基準クリアしてるよ。排ガス抑制頑張れよ。テスト会社 EU の車テストしたけど、そんな排ガス抑制できてなくね。これ明らかに不正してるよね。EU ハイクリーンディーゼルの話は終わり。これからは EV の時代だから。F1 とか欧州が強いんやないんか知らんけど、その技術を大衆車にきちんと採用できてるんか。一応してはいる。まあエンジンベースで燃費 5% 改善しました。ってのは技術的な目線ではすごいことなんやけど、ユーザーがその恩恵を感じられるかは微妙やね。そもそもヨーロッパの言ってることってめちゃくちゃなんよな。石炭原油はダメだけど天然ガスは OK とか言ってて、草生えますよ。天然ガスもただの化石燃料だろ。 W だったら天然ガスで動くガス車作れって話だわな。ヨーロッパなんて昔っから大した製品もないくせによその国の製品にケチつけて回ってる頭イカれた集団やろ。現実的でない理想主義にすぐ傾倒するくせにロシアのガス吸ってラリってたアホの集まりや。 EU ってほんま頭悪いよな。アメリカのテック企業に対抗するためにクッキー禁止法みたいなの作ったせいで、全世界のホームページにクッキーのうざいポップアップが追加された。大戦犯だよ。ライバルを邪魔する方向ばっかり取りやがって。お次は、そもそも EV に対する問題点について。そもそも原油と同じで EV の時代になったら、今度はリチウム交渉をめぐって紛争が起きるからの。世が乱れるのは確実なんだよな。カシミール地方でリチウムの大交渉が発見されたから一安心や。カシミール地帯って三国で領土争ってる地帯だぞ。紛争地帯ほど資源が湧くの怖いわね。その三国に中国も入ってるから、あそこは面倒くさいとこなんだよな。資源があるから紛争地帯になる、おは紛争地帯で開発されてないから資源がまだあるの、どちらかやからな。まあ安定した地域ならとっとと地質調査とかするだろうし。今でさえ電力不足になるのに EV 完全移行なんてそりゃ無理やろ。電力はどっから持ってくんねん。水素車規範か。水素貯蔵は一応ピークタイム外すの想定しとるやろ。ピーク以外でも加減上がる原発欲しいけど。 EV 普及 100% になっても電気代変わらず間違いなく上がるやろ。足りひんもん。上がるやろ。EV ばかりになるほど電気不足するから高くなる。そもそも EV 普及がある程度進んでいったら、さらなる EV 促進と燃料の消費を減らすために環境保護目的で徐々に燃料増税される可能性が高い。今と違って EV がある程度普及した後には、タバコ増税と同じような論理で税収増えて環境保護もできて、ウィンウィンとでも国も国民も言うだろう。そうなると当然ながらエンジン車の走行コストは EV を大幅に上回ってしまうし、合成燃料のコストが電気を下回る可能性も極めて低い。ガソリンスタンドの減り方考えたら、増税しなくても燃料は上がるやろ。スタンドなくすレベルの増税したら自治体が補助金出して最低限の数は残すだろうし。お次は、しかし冷静に考えてみると色々と問題があって話を紹介。とはいえ中間テスラは EV がっつりいっとるからな。 EU が足踏みしてもできた道がなくなるわけやない。欧州車も EV に大転換しつつあるしな。そもそも合成燃料はガソリンや電気より高い。配送電が不安定など田舎民や一部の業務用車両向けにしかならんと思われ。とはいえアメリカですらレンタカー最安値はその不便性から EV やし、内燃機関を殺すにはまだ色々足りなさそう。なんかウキウキしてる奴らおるけど、温暖化ガスを排出しない合成燃料を使う場合に限り販売を認める。これ読めてないんか。それすらなし崩し確定だからな。結局お前らの想像でしかなくて草。いや、企業や投資家がこれでおおこれからは合成燃料で EV の時みたいに血まなこになってくれると思うんか。マジで温暖化ガスを排出しない合成燃料を使う場合に限り販売を認める。実質禁止やん。こんな奴らこの先2度も3度もハードル下げそうやん。せやで、多分それ狙いや。これの布石にしか見えんな。合成燃料も水素も発電からの合成燃料おわ水素という順番やから、コスト的に電気に勝てる日は永遠に来ないんや。やから航続距離とかインフラのせいで絶対に EV じゃ成立しないカテゴリー以外では勝てない。今の水素製造って天然ガスから作ってるんやろ。今の EU の EV やとクリーンなエネルギーから作った水素やないとあかんから、結局電気で作るしかないんや。別に燃焼させてるわけじゃないんやからクリーンやん。トラックとかが置き換わる筋道立てばいいんやけどな。未だに技術検証止まりなのは色々あかんわ。水素だってちょっと報道を見てるだけでも世界中から新しい技術がどんどん出てきてて、開発競争しとるのに水素はオワコンとかわけのわからんことを平気で言うとるやつが普通におるし、ほんまま共な話にならんよな。これただのおふざけかと思ってたけど意外と使える技術なんか。そもそもガソリンの時点で結構危ないからな。それクリアしとるんやし、水素もいけんことはないやろ。
この車は合成燃料使えるから OK。 ガソリン入れても動く。みんなガソリン入れて使う。こうなって有名無実化した規制になりそう。一応合成燃料を判別してそれ以外では動かないようにしろとは言っとる。どうやってやるのかイメージはわかんが、排ガスの成分で大体わかるんやない。ガソリンがアウトで合成がええのはそれの差なんやろ。水素から生成した燃料は養分がないからよりクリーンな排気になるとか聞いたし、養分で判定したりするんやろか。やるとしたら合成燃料側に検知できる何らかの物質を添加するやけど、それやったら旧来のガソリンに入れるための脱法添加剤が即作られるやろな。あと排ガス内の成分を量販車でリアルタイム検知するのは結構難しい。自動車からの CO2 排出は禁止する方向には変わりないやろ。 EV と合成燃料では出ないがガソリンは出る。コスト合併するガソリンを缶の低影響燃料なんて開発したらヤバいことなるやろな。命がないくらいのレベル。 EV は市場予想よりかなり失速しとるで、おかげで在庫積み増しして電池の値段暴落しとる。予想よりはやろ。中国見てるといずれはガソリン車なくなりそうやなって。中国こそ EV オンリーとか無理やろって方針転換した国やぞ。オンリーはそら無理やろ。中国なんか中古市場に EV が回り始めたら貧乏人も移行してガソリンスタンドが減ると思うわ。EV の中古ってのが厳しいからな現状。合成燃料つっても実質的に水素自動車だからな。水素燃料電池じゃなくて水素エンジン作ってんのはマジでトヨタぐらいだったからマジで一人勝ちだぞ。二酸化炭素 CO2 と水素で製造する合成燃料を使用する場合に限って容認することで折り合った。水素自動車が EV に勝ってるところあるのかな。充填速度と価格の安定性は水素が段違いに良い。水素取り出しにくい日本ですら満充填に7000円程度だし。中国もハイブリッド車はまだまだ使い続けるみたいやしな。米国はガソリン車もま減らしはするが使うみたいやし。まともに売れる EV 作れない日本勢は減ってくパイの奪い合いになってくだけやん。 EV 市場なんて現時点でしょうもないから後回しにされとるだけやん。アジア市場はまだまだいけるやろ。 EV はトヨタ以外頑張ってるし、アジア市場にも中国の EV ガンガン進出してきてるし、韓国勢にすら猛追されてるぞ。お次は世界情勢の話を紹介。ドイツ銀行が妙な状況でようこんな大方針転換を発表できるな。あんま関係ないことなんかな。ドイツだけやなくて東欧も全体的に NG 出しとったからな。ドイツが代表して反対してるからでひっくり返しただけや。せやで、トヨタの主戦場は中国とアメリカ。でも中国とアメリカは EU 以上に EV を推し進めそう。アメリカで電気自動車なんて流行るわけねえだろ。ピックアップ EV とか誰が求めてるんやろね。ニューヨークとロサンゼルスとシカゴでしか使えなそう。他は田舎すぎて無理。そのアメリカが今困ってるんだろ。今の主流バッテリーがリン酸鉄リチウムバッテリーなんだが、それは中国が開発したバッテリーだから。せやねんな。どうすんやろ今のクソゴミ EV でさ。頑張ってくれよなほんま。アメリカが EV なんて絶対無理やで。アメリカでは中古車が立派な資産なのに、それを国民から奪ったら訴訟の嵐や。こういうのってアラブの連中から反対起きたりしないの？あの人たちって石油の需要減ったらお金稼げなくなるじゃん。しとるから欧米の言うこと徐々に聞かなくなっとる。オマーンみたいに脱石油依存でいろいろ試行錯誤してる国もある。最後に、気になったその他の話をしていく。トヨタ前社長、我々は世界の方々へ選択肢を残したい。資源だね。そもそもここ数年欧州に追随しなくてもええやんってのがアジア市場で進んできてるからな。将来的にそこがハイブリッド車の市場になっていくわけやし。トヨタ様全部作るからどれが主流になってもええぞ。欧州は？でもトヨタはなんとなくダメです。 W 二酸化炭素規制。アホンダ2040年までに全ての車を EV と FCV にします。こいつどうすんの？手のひら返すだけやろ。そういや、屋根にソーラー発電パネル乗っけた車はなんで市販車のメインストリームにならんの？まだ時期尚早か。そんなもん発電力足らんやろ。さっさと技術革新しろや。 EV 化はまずはそれからやろ。なんでもええけど早く自動運転になってくれ。自動運転って事故起こした時の責任がどうなるのかがあやふやすぎて無理じゃね。ハンドルもアクセスもない完全自動運転しかできない専用車とかになりそう。もう結構近いやろ。テスラの FSD やらウェイモやらあるやん。そもそも日本はリベラルが半原発税に押し切られとる時点で EV 路線とか無理やろうからな。あの辺の人たちは何がしたいのかわからんわ。原発は事故あったからわかるけど、環境機にして火力もダメとなったらどうやって賄う気なのか。アメリカも中国も都市部はいいけど、国土の大半は人口密度低いやろ。そこで EV 進めて大丈夫なんか？充電ステーションの設置も含めて。田舎こそ EV 向けやと思う。充電機器は高額じゃないから自宅に設置できるし、そもそも田舎にはガソリンスタンドがないかあっても潰れそうでやばい。これ知ってる？そら中国は広大な土地があるから太陽光発電量は多いだろうけど、貧乏な農村部に充電ステーションをくまなく設定できるんかなって話。その二つも車あんまり使わない都心ならええけど、都市近郊は渋滞天国やからな。
排ガスの環境問題の側面強めなんちゃうか。以上、今回の車関係のニュースになるぜ。皆様のご意見も聞いてみたいので、最後に思ってることをコメントでよろしくね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。